小田です。おちです。大丈夫です。さあ今日はですね、はい、藤井風さんについて、はい、こうトークしてその後 DJ やるという、うん、風の歌で踊れっていう、ねはい、イベントをね。イベントを、まあ、この間広島のクワトロでやってきたんですよ。すっげー楽しくて。楽しかったな。まあ、藤井風さんの楽曲についての解説を1時間して、はいはい、そこから15分休憩してみんなでお酒飲んで、うん、その後は1時間今日ちょい、ね、DJ をやってみんなで、はい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 、あの藤井風さんの曲で踊りまくり、うん、踊るっていう。俺たちこの YouTube でも言ってるけど本当に藤井風ファン で、うんうん、でさらに言うとその藤井風っていう人がやっぱ今の時代においてものすごく最重要ミュージシャン、はいはいまあ、俺たち日本人の、うんまさに宮崎駿が言ってる君たちはどう生きるべきかの答えを一つ握ってる人というか、うん、さらに、まあ、大げさではないよね。でもね、神様がこの体になんか宿して歌わせるような、はいはい、シャーマン的なね、神様のメッセージを昔のなんだろうね、卑弥呼とかああいう、はい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 、ああいう存在じゃないかみたいな、何かを下ろしてから言ってんじゃねえかね。俺らにどう今考えなきゃいけないけど、はいまあ、特にワーキングハードとか、はいグレイスあたりから特にグレイスが本当そうだね、まあ、アルバムも聴いてみるとそういうのだったの、うん、やっぱり、うん、こんなメッセージ歌ってたかみたいな、はいはいはいまあ、ワーキングハードで言ってたもうあなたとっくの昔頑張っとるよっていうのと、うん、一緒だよね幸せとか、うんそうね、自分の中の花みたいなのは、うん、もうすでに心の中にあるよっていう、うんうん、それを咲かすんだよっていうあの考え方って、ね、やっぱ今なのよ、はいはいはい、であの日しかも平日なの昼間公演でしょ、うんまあ、夜 の、 その、まあ、DJ のイベントがあって、はい、それの昼の分にちょっと急遽、うんはい、やってみるか、はいまあ、クワトロだと照明とか、うんうん、音響もドンズバなんで、うん、でお昼にこうやったんだけど俺自由席でさ、うん、新幹線で来たの、はいはい、それで前の日が大阪だったの 大阪で営業があって、はいはい確かゴリラホールっていうのが DJ の、はいね、あれ新年会のイベントで出て無料のねでそれで、まあ、広島まではまあ別に吉本のお金とかないんですよ、うんうんそこの移動ね、自分らであれなんで、うん、なるだけ安く行かなきゃいけないということで手打ちのイベントだからね、自由席を自分で買って、はい、4日は多分ね自由席が OK になってたの多分買えるようになってたの、うんうん、東京がダメなのかな確かなんかああ向こうに上がるやつが全部指定席かとかなんかねなんかあるんだよねまだ4日5日とかまではねで行って自由席乗ってたら、うん、後ろの人からさポンって肩と呼ばれて、はい、って言うからあれ見てくださってことで、うん、この後行きますって言われてそうそうそう大阪から大阪からだからその人も広島に向かってたってことでしょそうだから大阪でやってくださいってずっと言われて私20人集めます言ってたよ、ね、横のつながりすげえってで俺らもでも実はすごい実は不安もあって、うん、まあそれはどの曲を混ぜるかっていうのが一個あるし、はいはい、まあ彼がカバーしてる曲にするのかそれとも彼と俺の中で共通項を見出した楽曲にするのか、うんはいはい、そのあたりも混ぜながらライブとはまたちょっと違うリストになるでトークもその YouTube で喋ってないようなこととか、はいはいはい、そこも踏まえてどういうこと喋るかってことで、うんうん、もう割と結構ね緊張したのよ、うんうん、でちょっと喋っていくうちにねやっぱりあんまり笑い話になんなかった確かにこれやっぱ今俺たちがやっぱちょっとなんて言えばいいやろネットフリックスのね、うん、終わらない週末っていうあの映画見てから、はい、ちょっと皆さん見てください見てくださいこれ、ね、絶対必見なんで、はい、これから俺たちどう生きるべきかどう生きるべきかだから何を備えるべきか本当にこれってどういうメッセージなんだろうみたいなことを、はい、結構楽屋でガチトーンで俺喋るガチトークをするわけですよ我々はこれが不思議とでもだからねちょっと藤井君の歌にはそれがメッセージで入ってんだよね、はい、ちょっと匂わせというかねこの勝手にこっちがすくい取っちゃうんですよ藤井風さんの楽曲からこの気持ち用意してれば救われるなみたいなそうそうそう割と俺たちにとっては本当に救世主なんだよねそうでなんかちょっとそういうトークして、うん、で1時間経ってからこうイベントになったんだけど、うんうん、まあ盛り上がった、ね、盛り上がったなまあ踊ったよしかも年齢層も結構決して低くわけじゃないです男性もいたしね男性もいてダンから、はい、その1曲目はダンで次にあの花花花をどこに入れようかって時に、はいはい、BPM は125ぐらいのやつを前半にブワッて入れた、うんうんうん、あそこでこんな踊るかっていうか、うん、っていうよりみんな、ね、トラックが超力強いのよあの爆音で聞くとやっぱ分かるねすごいね音聞くと分かるあこれは体が勝手に動く。はい。本当に動く。ワーキングハードの時さ、はい、よく応援歌としてどうだとか言ってたやついたじゃん。はいはい。全然だよね。全然。大合唱。はい。
で、しかもトラックはエイジクックのあれってやっぱもう、はい、もうこれももう羽がね、羽がすごいよ。だからスマホで聞くより全然違ってて、違ったな、むちゃくちゃダンスミュージックとしてすごいな。めちゃくちゃ気持ちよかったもん。そう、ずっと大津さんずっと気持ちよさそうだよ、うん、こんな何お前風邪気取りか。いやちょっとねちょっと不思議風になってましたよ。だから何が不だよ、痛風だろ、痛風痛風だろ、痛風じゃねえか、不思議痛風だろお前。でもなんかすごい、だから気持ちいいの、気持ちいいですよ、本当に心地いいというか。でやっぱりその世界で一番聞かれた、2年連続一番聞かれた日本の音楽っていうのは、はい、俺がそれが死ぬのがええよ、ずっと俺が死んだらええやんっていう、全然違うよ、意味合いが変わるって言われてお客さんから失笑漏れて、すぐタイトル間違えるからさ、そうそうそう、死ぬのがいいわ、大合唱、合唱できたり、だからちょっと、うん、海外のラップライブみたいな、うんうん、確かにね、そう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 、 縦のノリもあるし、うんうん、あるよね、あるある、ちょっと音楽でこうやって揺らすのもあるし、うん、合唱が起きるし、うん、なんかすげえ盛り上がってる、うん、ラップのライブみたいな感じで、うんうんうん、確かにね、チャンス・ザ・ラッパーとかね、あんな感じの雰囲気のライブありそうだもんな。なんかね、俺の中で自分の中ではそういうテント、 J-POP の歴史の中であったけど、スマップが途中で俺入れたの、シェイクを。あれはね、ちょっと聞きたかったのよ、あれ、そこの流れの中で超でかったよね。いや俺は、うん、俺の中でやっぱりスマップも実は選ばれたというか、うん、はいはい、これは俺がよく最近言うっていうか昔から言われてたんだけど、はい、カルチャーの話をした時に、うん、この映画感動した、ちょうど俺落ち込んでて、うん、この映画感動したみたいなこと言うじゃん、うん、あれは俺がその映画を選んだんじゃなくて、うん、その映画が俺を選んでくれたっていう言い方をするのね、はいはいはい。だから俺がお笑いを俺が選んだんじゃなくて、お笑いが俺を選んだから今飯食えてるって、うんうんうん、俺が大内さんを誘ったように見えるけど、実は大内さんが俺を選んだって、はいはいはい、そう、実は向こうからっていう言い方をするんや、うんうん、例えばもう俺ダメだ、もう俺生きていけないって思った時、うん、ラジオから流れた音楽が、うん、まるで俺に頑張れって言ってるように思えたっていうのは、うんうん、それはそういう気持ちじゃない人が聞いても何にも勇気づけられたりしないけど、うんうん、その時の自分がそうなっていた、うんうん、だから音楽が実は君を選んでって流れてきた、はいはいはい、音楽がね、音楽の方から君に、君を選んだんだよっていう風に思うようにしてるっていうのが、うんうん、藤井風の音楽、それを感じてた、はい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 、俺ね、スマップもそう思ってる、あの時代においてスマップって何だろうって言った時に、はいはい、決して歌が上手いとかそっちじゃないの、うん、じゃなくて、うん、スマップはスマップっていうジャンル、ね、うん、でやっぱ彼は挫折をすごい最初してて、うん、アイドルとして、はい、でその中でお笑いってものって反射心を身につけながら、うん、国民の時に寄り添うじゃん、はい、災害があった時とか、災害があった時、まあそうだね、いつも思うの、今もスマップがいてくれたなって言った時に、うんうん、その救世主感っていうのが俺の中で一緒なのよ。でも決して難しい歌じゃなくて、うん、なんて言うんだろう、寄り添うっていうか、はいはい、普通に口ずさんで、うん、ああいいよなって思える、うん、俺たちがいつも必要としてる、うん、生きていく上での、はい、だから風なんだよ、風がね、風がを吹かせてくれるっていう、はい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 、そういう意味で俺の中でスマップと藤井風は一緒やし、うん、さらに言うとスマップでほらあれで音楽を紹介してたじゃん、してた、いろんな日本のミュージシャン、オルタネティブとか、そうそうそう、ロックとかソウルミュージシャンとか最後の方にね、一緒に共演して、あの役割って意外にすごいよね、うん、いいよねあれはね、そこでみんなに見せる。昔はそれがラジオだったの、うん、でもラジオから音楽を学ぶっていうよりは、うん、テレビの中でじゃあそれ知らない音楽に合わせるのを、うん、スマップが担当してたっていう時に、うん、俺の中でやっぱそのスマップはあの時代において最も必要なライフラインであって、うん、でツールとしてやっぱ俺たちの救世主だったと思ってるのは今で言うと俺の中で藤井風だ、はいはいはい、そこの統合性というか合ってるっていうことか、言ったよね、だから俺風、はい、米光祈り系3つそうこれだよって、米津玄師くん藤井風、宇多田ヒカルっていう、まあ、そのうち2人がエイジクックのトラックでやってるっていうのが やっぱそういうところも踏まえて、じゃああえてスマップの中でテーマが重いんじゃなく、うん、シェイクっていう、はい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 、あの曲って要するにさ、なんかウキウキしたものを取り返そうじゃん、うんうんうん、だから小沢健二も俺の中で候補だったよ、 そうだね、そうそうそう、小沢健二、ね、スマップ、あの震災の時にやっぱそれがあったの、うんうんうん、で2010年の時は俺はそれが自分が DJ でかけて、それが10フィート、はいはい、ゴーゾーンとか、ゴーゾーン、俺の中でね、あの時、はいはい、で今は藤井風だろうっていう、
ていうつながり。はいはい、なるほどな。そこのシェイクだった。いや、めちゃくちゃ良かったんだよな。あれ良かったよね。良かった。で、中盤ちょっとこう、いろんな楽曲かけて、でいろんな曲と混ぜて、俺らの俺ももやって、そのたびお客さんが前のめりで。なんかね。で、最後の方で、祭りっていう曲をみんなでこう踊るのよ。あとね、燃えよ。燃えよの大合唱やばいよ。やばい。で、途中で高速のビートでこう、あれすごいよ。あれ大音量で聞かないと分かんない。分かんない。あれめちゃくちゃいい。びっくりした。藤井風の曲の細部ってすげえんだなっていう。最後の最後何をかけるかな。で、俺、これ、ね、褒めてほしいんだけどさ。最後問題があったんだよな。カーリー・レイ・ジェプセンのグッタイムって曲なの。わわわわわわ。エイザイザグッタイム。あれ125ぐらい、で、ちょっと四つ打ちっぽいから、ドゥンドゥンドゥンで、あれ、日本人も好きなの。サマソニの大合唱の、ね、歌いやすいじゃん。わーわーわーなのに。あれに俺グレースを超速くして、120まで上げて、グレースにしたの。グレースをビートの音楽に四つ打ちぐらいまで上げちゃったんだよね。あれどんな人もできないと思うよ。あれ俺だけだと思うよ。で、そっから来た。いや、わかるわ。いや、俺マジで。わかる。俺ね、あのね、前で踊ってる時の後ろにね、どやってる大谷さん見えた。で、このキラリで終わるかなと思った最後、やっぱ優しさ。優しさ。前のお客さん泣いてんだよ。やっぱあるんだ。でも、すごいよね。あれはね、やってみてよかった。で、これで、ね、次回が名古屋。はい。で、東京、で東京はねほぼ、まあ、ちょっと追加のチケット出しましたけどちょっとトークの時にちょっと多分ちょっと立ち見になっちゃうんだけど、ね、ちょっとね東京はトーク短めにしようかなと、立ってるのきついから、で名古屋結構広いんで、ね、ナイバースアップセット、でチケットちょっと追加で出して、でね今九州決めました福岡やりますやりますか。であの時新幹線でやったら大阪をどうしようだ大阪でお願いしますってね他にも言われたな俺だって終わった後めっちゃ言われた言われたこんな楽しいと思わなかったってそうそうそうでみんな20人って言ってた私友達20人連れて行くんだそこかぶりないのかそう言ってたよいろんな特集をやってきたけど DJ のイベントで、そのどれとも違う、ね、違うよね喋ってる時にやっぱみんなの首もげんじゃねえかっていうようなぐらいうなずきすごかったしね大田さんの話いやそれは合わせてくれて、ね、優しかったようんってあまあでも来てるいや俺はそれよりもやっぱり音楽かけてトラックがこんなさっき言ったけどそうそうビートが加速していく時にみんながうわーって気持ちよかった多分本家のライブではそんな踊ってないことも踊ってないのかなかなり俺たちが無理やり踊らせるから飛ばしたり、あれはすごい DJ でしかできないことやな確かに、ね、不思議風のナンバーってクラブでかけても全然いけるなと思ったよ遜色ないもん俺も全然いけると思った今回で楽しみだ、はい、だからちょっと東京名古屋で福岡、でさらにまだ何にも予定立ってないけど大阪やれたらちょっとねちょっといろんなところでねしかもさらに俺もっと混ぜようと思った、他のグループとか新幹線ぐらいである曲とか、それこそだって俺米津さんとか宇多田さんもかかんのかなと思ってああ迷ったね、エイジクックで行ってねエイジクックなんかとかでいやでもね気持ちいいダンスだから逆に言えば彼がカバーしたサニーを、あのドリーMバージョンだよねそう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 俺大好きな方あのちょっとしょぼい産業っぽさがある方、あれが好きなのよ俺あれみんなで踊ってね、あの映画の方でもかかってかかったやつあれちょっと楽しみですね、ぜひ皆さんあの一緒に俺たちと体感してくれればほんとお祭りなので、祭りですから、はい、いや遊びに来てください、ね、ぜひ本当に踊る藤井風いいですよいいですあとあの1月26日久々に5時間 DJ、はい、オールナイトで5時間 DJ やりますんで、はい、膝に爆弾持ってます僕はちょっと出てでもうあとね 2,3 枚でね100枚手売りですげえオールナイトのイベントで100枚ですよ100枚はすごいなロック DJ でそこにもちょっと藤井風のナンバーどれかちょっとやっぱ5時間もあればね来た方がいいんじゃないですかオールナイト5時間踊った方がいいんじゃないですか我々のスタッフさん、ぜひとも皆さん現場で遊びましょう、はい、お願いしますチャンネル登録よろしくお願いします、はい、高評価もお願いします。